へいよー、我父感度良好的ベイビーです。ということで、サブアカの名前は、我父感度良好的ベイビーです。我の父が感度良好的ベイビー。もういかにもね、中国人っぽいね、名前で、去年は擬態しちゃってました。で、クランとかも適当に入って、こんな感じで。で、表記もこんな感じです。一時期俺が、アプリの表記が、こういう、中国語みたいなやつになった時は、まあこういうことが理由です。いかにも日本人、いかにも中国人っぽい名前だけど、実際読んでみると、名前がね、日本の意味で通じるって感じでやってました。まあ意外とバレなかったっすかね、おそらくは。で、焼き鳥とラットは同じチームメイトだったので、もちろんこのサバカ知ってて、まあチームチギチギになったし、まあ、このサバがどうせバレたけだろうなと思っても使ってません。で、今後も使う予定ないので、もう公開していこうかなと思って。で、もしかして、格上マルチとか見たい方が多いかもしれないんで、これサバーカードで使っていこうかなと思います。で、レベルがこれ見づらいと思うんですけど、10レベルとあと9レベルばっか、トーナメントレベルまで、課金して、あとはもう、グラチャラをよく回してたって感じですかね。なんで今日はちょっと格上マルチをちょっとだけして終わろうかなと思います。ディガーだけが11なのかな。ちょっとレベル高いの詰め合わせつつやっていきたいと思います。ってなると、どうしてもそのウルトラ染めになっちゃうんですよね。ウルトラ染めになっちゃうんで、いや難しさはあるんですけど、まあメガゴも入れつつ、確かゴレでレベル上げてた気すんだよな、俺。ゴレでトラ上げか。ザップどうしようかな。ポイズンザップにしようか。格上マルチなぁ。まあ多分、エリババが強化されたことですし、まあ見たい方が多いと思うのでやっていきたいと思います。まあこんな感じの出来でいいかな。で、ウルトラ持ってない方は、まあでもウルトラは手に入ったらすぐレベル上がるんで、10までは。いいのかなって感じがします。ということで、じゃあ格上マルチやっていきます。で、砂漠を使う理由としてはですね、ロイヤルアピっていうアプリで、対戦履歴を全部見ることができるんですよ。なので、本赤って、まあ俺の本赤だと剣詰めしたやつなんですけど、本赤だと、そのデッキがバレちゃうんですよね。だから、この砂漠を使って、こっそりとデッキを練習するって感じの部分が大きいです。実はですね、リーグは、情報戦でもあって、砂漠とかでこっそり練習したデッキが、割とやっぱり、大事かなとか思いますね。てか 2v2 とかはもうなおさら 2v2 が一番情報戦なんで、そういう部分もね大事になってくるかなと思います。いやー、だからなんだろうな、よいしょ、サブアカは必要っすね、やはり。で、今はまた別のサブアカを使ってるので、まあそれでいいのかなって感じですね。ただ結局ね、マルチがねやっぱめっちゃ練習になるんで、本枠で使ってるデッキがやっぱりクオリティは高いですよね。だからそこら辺の駆け引きもねすごいでかいのかなと思います。ラットがさ、マイク・ワゾースキーっていうアカウントを公開したじゃん。まあマイク・ワゾースキーあいつトロフィー7400くらいいってたんだけど、まあなんだろう、あいつが公開したんで、まあ俺も公開していいかなと思って。気になるじゃん、多分みんな。プロが使ってたサバカの名前ってどんなんだろうと思って、蓋を開けてみたら、我父感度良好的ベイビー。マジ、このアカウントバンされそうじゃね。生き生きした毎日に明日あたりになってそうだわ。よいしょ。でもなんかなんとなくネーミングセンスで俺ってバレそうじゃね。あ、剣詰めしっぽいな、これみたいになんない。言われてみたら確かに剣詰めしっぽいなってなるでしょ。っていう話です。これアイスビーズのターゲットを撃に行かせてからのって感じですね。意外とここら辺レベル低いないで、さてはあれか、昔の同剣と違うんで同じくらいのレベル差かな。このサバカドも見たい方がいればやっちゃおうかな。どうだろう、俺はまああんまこういうサバカ系長続きしないタイプなんで、絶対出しますとかは言えないんですけど、夜のまったりした2本目投稿とかにこのサブアカのマルチを1日3戦ずつ回すとかでもいいかなと思いますし、迷っております。よいしょ。とりあえずこう消してあげて、相手ペッカとミニペカだるいっすね、めちゃくちゃ。ああ、これ一発入るか。まあ、持っときますねー。まあ俺はサブアカはマルチする気なかったんで、グラチャレはもう途中でやめましたね。本当にリーグ中しか触ってなかったって感じです。でラットとかはずっとあのサブアカ触ってたんで、レベルも仕上がってマルチ回してるって感じですけど、まあやっぱチームがそのなんだろう、離れちまうとラットとか F3 とかと、まあ、サブアカはおのずとやっぱ情報バレちゃうんで、毎年やり直しって考えるとちょっとめんどくさいですけどね。おやチミワなんだ。ミラーでペッカ出すとやるじゃんと。でも多分さ、これで押せると思うんだよね俺。でザップターゲット変えて、はいはいはい、ゴレディガの強いとここれだよね。よいしょ。前回いけるんじゃね。 OK、 次でラストかな。もうへいよー、ケンツメシですのタイミングでへいよー、我父感度良好的ベイビーですはやばいよね。でもゴロいよね、我父感度良好的ベイビーで。さあ元ネタは海外でなんかエルショップとかも我なんとか力量的なんとかみたいな感じの名前なんで、それっぽいことを書きました。なんでなんだろう、中国語を分かる人とかから見たら文脈めちゃめちゃかもしんないけど、雰囲気はそれっぽいじゃないですか。アンヨの巫女宣伝奉仕、なんだこれ、電撃砲術。いやウィザード系はこの奉仕なんですよね。いいでしょう。これどうしようかな。あのファルチェなダクネは消されたくないんで、この縦線に犠牲になってもらいましょうか。んでファルチェ切った、まあ、とりあえずケツゴレして逆サイド給与していきましょうか。同じくらいのレベルの人が多いですね。あ、これは守ろう。おっと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 、それはちげえけど、まあ、このメガゴで一貫して受けれるんで、まあいいでしょう。でワンチャンこれ落としてくれない、落としてくれないか。これでディガー間に合わせたかったんですけど、まあ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 。でゴリディガーも強いよね。ちょっとゴリディガーのデッキなんか組もうかな。普通に魅力を感じるわ。OK、 これダクネのコウモリが超強いんで放置してあげて、エレキとりあえず出しといて右側展開していくか。あー眠たいよ、朝眠たいよ。今日ドズさんの会社遊びに行くんですけど、今からね午前中に動画撮ってこうと思って。よいしょ。縦線。ハンターはギリゴーレムにターゲット取るぐらいがいいんですけど、よいしょ、目がないと、まあ、結局ダクネが強いよねみたいなとこはある。俺もコウモリいっぱいだよ。ただファルチェが強いみたいなとこもある。完封しまーす。よいしょ。ボールプレイか。ということで、グッドゲームといった感じで、まあ、ここら辺見たら分かる通り、そこそこ課金してますね。そこそこ。といったところで、ワレッチシガンの良好的ベイビーを紹介しましたという感じで、今日はね、終わりたいかなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。なんか、サブアカでやってほしいとかあったら、高評価とかチャンネル登録お願いします。おつめし、バイバイ。